竜が如くのドラマで一つだけ悲しいことがありました。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美代でございます。本日は竜が如くのね、今アマゾンプライムでやっているドラマを見た感想を話していこうかなと思います。予告で流れている範囲とかは話してしまうと思うんですけど、その本編のネタバレはなるべくしないように心がけますので、よろしくお願いします。というわけで、まずね、大前提として、私は原作通りに全部やってほしいとかはあんまり基本的になくって、別に変わってても面白かったら OK みたいな性格の人間ではあるのですが、そもそもその竜が如くのドラマが始まる前に結構予告とかがいろいろ流れて、もうその時点で原作とは違いそうだなっていう話題にもなったし、そういうイメージを持っていたんで、多分原作っていうか、そのゲームとは違った内容になるのかなっていうのは思っていたんですけど、こんなに原作通りじゃなくてもいいとか言ってるくせに、いや、一個ね、どうしても悲しかったことがありまして、それはね、冴島大河なんですね。私今まで竜が如くは、極み0、極み2、3、4とやってきて、今5を動画でねやってる途中なんですけど、ゲーム内でも結構ちょこちょこお話ししてると思うんですけど、冴島さんか桐生さんかどっちが一番好きかなっていうのをね結構悩んでてちょこちょこ言ってたと思うんですけど、いや、私冴島さんが一番好きかなっていうのを最近やっと決めて、そのドラマでね、ちょっと冴島さんのシーンがあるんですけど、そこだけどうしても悲しくて、なぜ悲しかったのかというと、結構ね、その X、Twitter とかで皆さんの感想を私読んでたんですよね。で、真島さんが良かったと書いてる方が結構いらっしゃって、で、私もそう思ったんです。ドラマで真島さんを見て、お、真島さんいいじゃんみたいな風に思いまして、なんか最初ね、そのキャラクターとして、こう、なんていうの、写真を見た時にはちょっと真島さんかな、どうだろうって思ってたんですけど、なんかその演技を見たらすごく演技の上手な方で、私ごめんなさい、俳優さん全然詳しくなくて、見た感じすごく、あ、真島さんって思って、あ、よかったなって思ったんですね。真島さんってやっぱすごく人気のあるキャラクターだと思うんですね。だって1位2位を争う、本当にめちゃくちゃ人気のあるキャラクターだと思うんですよ。だから真島さんだけは譲れなかったんだなってものを感じたんです、そのドラマを見た時に。じゃあ冴島はみたいななんかそこがちょっと悲しくて、真島さんにはあったものが冴島にはなかったのかなっていう、ちょっとね、私は感想を、持ちました。そうですね、他の感想としては、私映画でもさ、ドラマでもアニメでもなるべくは最後まで見ようと思うんですね。最初が面白くなくても最後面白くなったりすることはたくさんあるじゃん。だからなるべく最後まで見ようとはするのですが、なんかね、カメラワークが好きじゃなかった時は結構見れないことが多くて、ストーリーよりもそうカメラで結構ちょっと目がチカチカしちゃって無理かなとか、そういう風に思って見れなくなることが結構あるんですけど、それが一切なくて、カメラすごく良かったんじゃないかなって、素人なんでちょっと全然わかんないんですけど、なんかそれは思ったのと、なんかそのいろいろ感想を見てる時に、絶対作った人原作知らないだろうみたいなことを書いてる人が結構いたんだけど、私の感想としては原作を知らなかったらこうはならないんじゃないかなって思う。なんか逆に原作めっちゃ知ってるからこうなるのではって感じ。変える前の状態を知らなかったら変えられなくないかなって私は思いました。だから原作と違う感じで終わるんだとしたらどう終わるのかなっていうのは、すごく楽しみなことの一つであるのと、あとはね、このドラマを見た人にどうしてもらうのが目的なのかなって思いました。やっぱりなんか作る時って作って終わりではないと思うんですよ。ドラマを作った後にドラマを見た人にどんなアクションをしてほしいのかっていうのが多分あるはずなんです。私はそれが何なのかなっていうのを考えるのがすごく楽しくて、例えばだけど、その竜が如くを全く名前しか聞いたことない、ストーリーとか知らないって人がこのドラマを見た時に、ゲームもやってみたいな、ゲームはどんな感じなのかなって思ってもらうのが目的なのか、このあとドラマとか映画とかガンガンやっていきたいぜみたいなことなのかとかね、なんかそういうこのドラマが終わった後にどういう風になるのかなって、どうしてほしいのかなって見た人がね、
それがちょっと気になるかなと思います。それはね、結末まで見たらなんとなく予想つくのかなとか思ったりして、だからそれで結末を見るのが楽しみっていうのもあるし、でこれは本当にあくまで勝手な私の妄想なんですけど、ちょうどねこのドラマとスイッチ版の極みが同じ日に出たじゃないですか。あの龍が如くの本当のプレイステーション2の一番最初の時のちょうど世代だった人って、ちょっと私その世代じゃないのではっきりわからないんですけど、おそらくもうお子さんとかいるような年の人が多いんじゃないかなって思うのね。だから家庭があってアマプラ配送で結構利用しててみたいな方がこうドラマを偶然見て、ああ龍が如くって昔やったなみたいな、で例えばそのお子さんがスイッチ遊ぶから家にあるとかで、スイッチでそういえば龍が如くとかないのかなって探したら今日出てんじゃんみたいな、そういう狙いとかあったりするのかなとかねっていうことをちょっと考えたりとかしてて、まあこれは勝手な妄想だけど本当に、まあ、そういうのを考えるのが好きなんですよねそうだからちょうど同じ日に出たってことはそういう人がターゲットだったりするのかなとかも思ったりして、だそうするとさ、あれ龍が如くってこんなストーリーだったっけって思ってもう一回ゲームやりたくなったりとかさ、なんかそういうのとかもあるのかなとかなんとか、なんか考えられるところがあるんじゃないかなと思うと、それもまた楽しみだし、 あとねなんか感想の中で何言ってるかがあまり聞き取れないって書いてる方が結構いて、これはね確かにちょっと私も思ったんですけど、これはねあの私が今から歌を10年やってるこの私のうんちく聞いてほしいんですけどまず声優さんとどうしても比較してしまうと思うのね。声優さん発音のプロなんで、まず声優さんと比較してしまうっていうのが一つで、もう一つは聞いた感じあの単語の頭が強調されてないなっていうのは思いました。例えばですけどこういう感じで単語の頭にアクセントが来るように喋るとすごく聞き取りやすくなるんですよね。ちょっと今歌じゃないから喋りながらやるの難しいけど、声優さんはこれをやってるんだよ、これをやってるんだから。歌だとねリズムがあるから、リズムに合わせると結構歌の方がこれはやりやすいですけど、これはでももちろんその俳優さんの中で演じられてる方が気をつけてそれを実践するっていうこともできるんだけど、直す側が直すこともできるんだよね。まあ、簡単に言えばその単語の頭だけボリュームを上げればいいっていうだけの話なんですけど、まあ、これを全セリフやるのはもちろん大変だけど、まあ、それがあんまされてないなっていうのは確かに思いました。まあそうですね、その原作と違う方向だからその原作通りをなぞってほしかった方からめちゃくちゃ言われることはもう想定済みだと思うので、そのドラマを作ってらっしゃる方がね、そう、それを乗り越えた何かっていうのは何だろうっていうのをねすごく楽しみに、冴島だけはちょっと悲しい心を持ちながら最後まで見ようかなと思っております。というわけで、私の感想は以上でした。よかったらねドラマご覧になった方、ご覧になってない方も、何かコメント書いていただけると嬉しいです。ただよかったらそのネタバレは、ドラマまだ見てないこれから見るって方もいるかもしれないのでね、まあ私が話したぐらいのレベルまでに留めておいていただけたらなと思います。それからあまりにもひどく作品を傷つけるようなコメントっていうのはね書かないでいただきたいなと思います。はい、じゃあ最後にね、今ちょうど龍が如く5遊んでおりますので、よかったら動画見てくださると嬉しいです。それからねよかったらポチッとグッドボタン、グッドボタンっていうかなんかもうツボ押しみたいだけどグッドボタンを押して応援してください。じゃあまたね。